Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan Leonardo Da Vinci assisted by aliens its evidence and proof. In this footage I can present you some of the fact that Leonardo Da Vinci was assisted by aliens, believe it or not. In Japanese Da Vinci Taskerati Mashita この地図を見てください。まず皆さんをフィレンツェの町へ案内いたします。ここがイタリアのフィレンツェです。このフィレンツェの地図をダヴィンチは書き残していました。これは実際のグーグルの写真です。これが ダ・ヴィンンチののき残したフェレンツェレツ地図です。色を落としてみます。産地が黒く平野部,部が白くなっていることに注意してください。右下が Google の実際の写真です。色を落としてみます。産地が黒くそして平野部が白いところに注意してください。でフェレンツェの町を探しました。 かなり苦労しましまでこれが川の線なんですねで見比べてみてください。フェレンツの下の,やあの山地が一つの大きなヒントになりましたね。こここの山がヒントになりました。ヒントということはこの場所を特定することができました。 こうして見比べてみてください。で、左のダヴィンチの絵はですね、少なくとも高度20キロ以上、数以上の高度がないと、こういうふうには見えないんですね。飛行機が今現在飛んでいる高さが10キロですから、その約2倍以上の高度がないと、実際にはこのように見ることができません。左上があダヴィンチ、右下が実際のグーグルの写真です。 こうしてまあ川を精査していきます。で、ここに河口があるのが分かりますかね、下の方に。これが河口が上ググっと上がってまして、そしてここで合流してますよね。まだあの川は続くんですけどもね。まあ、このようにダヴィンチの絵はですね、極めて正確に川、そして山、 部屋部を描き写しているわけです。もうどう言ったらいいのか。そして皆さんの常識を使って考えていただきたいと思います。こうした地図をですね、500年前に描くことが可能であったかどうかということです。Hello, this is Hiroshiyashi, Chouka, h i a y a m a Japan, Homeland of Madonna. In Japanese, 皆さん、こんにちは、えー。マドンナの故郷。ダヴィンチはマドンナの故郷を絵として書き残していました。えー、これは1095号、前々号ですけども、その中で平山京子さんがですね、キルケイという、まあ、山の中にマリは住んでいた。なおイナンナですねで。マリプラスイナンナがマドンナになったわけです。で、そのキルケイという 山をしししゃべって見るこことにしました。これがイナーナですね。女神の中の女神。そして、ウルクの,、まあ、の古代はですねあの、月だから女性であるとか、あ女王だから男の王よりも下であるとかという考え方は当てはまりませんね。まあ、それを、まあ、ちょっとあた頭の中に入れといてくださいね。そして、ダヴィンチは岩窟の聖母子というのを2枚 描いいたわけですなぜ頑屈かととうことなんですまああの1095号を見てくださいますとどうしてこのダメージはこんな絵を描いたかという謎も分かっていただけると思いますでは皆さんは皆さんをですねチェルチェオ山チェルチェオですねキルケの洞窟へまあキルケの洞窟はかりませんけれどもキルケの洞窟があると言われたこのチェルチェオ山へ案内いたします この半島なんですねこの半島をもう一度見たときに私はびっくりしました。なぜかというと、ダヴィンチはこの半島を絵として描き残していたんですね。しかも上空数十キロの高さから見た地図なんですよ。それは続くビデオをご覧ください。その中でちらっと出てきます。はい。どうしてそんなことがダヴィンチができたかということも大きな謎ですけども、ここを見たときに私はそれに気がつけました。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Satoshi Morimoto, Japan.He drew what he saw.Space aliens.In Japanese, 彼は見たものを描いたのです。Space alien。私はこの地図を見たときに、レオナルド・ダ・ヴィンチが 地球を離れて外惑星に行ったことを確信しました。これは中部イタリアの地図です。西側の海岸線です。ここに川があります。イタリアの山の中を流れる川です。 500年前には人里と離れた山の中にあったと思われます。もちろん道路はありません。これは Google Earth で見た実際の地形です。上はダ・ヴィンチの描いた空からの、まあ、地図ですね。色を落としてみますと陰影が極めて よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。左がダヴィンチ右がグーグルアースの実際の写真です。で川は、まあ、もっといくつか支流がありますがこうして線でつないでみました。この地図を見たときに私はさらに ダヴィンチが外惑星に行ったことを確信しましまたすなわちダヴィンチは自分の目で見たものを描いたのです空想や想像で描いたのではなくて彼自身が彼なりの方法で一生懸命私たちに何かを伝えようとして描いたのですねあるいはこれがエイリアンたちの 2D フォトグラフだったかもしれません レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを描いたのです。レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを描いたのです。レオナルド・ダヴィンチは自分の目で 見たたものを書いたのをいですなぜなら彼自身自分が何であるか本当に知りたかったからではないでしょうか私はどこから来たのか私は何なのかダヴィンチはそう自分に問いかけていたかもしれませんあるいは皆さんは こうした人たちとうまくやっていく自信がありますか Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan, true character of Leonardo da Vinci.Da Vinci はエイリアンに助けられていた。Da Vinci was assisted by aliens c e r e p t i l i n s Here is evidence and its proof. ダヴィンチはですね、イモラという町の地図を3枚残しています。それらの地図は全く同じであるばかりでなく、まさに空中撮影によってできた、作られた写真であることをここに証拠を添えて証明いたします。判断なさるのはあなた自身です。 Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto Japan. It's my pleasure that I can show you here more fact and more evidence that Leonardo da Vinci was a reptilian, or at least he was assisted by reptilians. The more I have examined about the maps, れがイモラ、の地図の A ですテン・ト、eh, ゥ・アウトゥ・エン・マーラ・ビカム・コンヴィンシド・ヒ・ウォー・アン・リプラの地図 B ですィス・ヒウォー・ナット・アヒューマ でまあ、今まであの A と B だけで精査してきましたけれども、新たに、ま、あの C が加わってあげてあります、そうすると皆さんはです、ね、同じじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、あるいは印刷時の、あのなんていすかね、あの 別物になったんじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、これらの地図を見比べてみてください。大変よく似ています。一見しただけでは区別はつきませんが、えー、よく精査していますと、A、とまあもちろん B はね手書きの地図ですから、あのおそらく A と, B から A と C から B を作ったわけですね。ですからまあ全然違うわけですから、こう A と C が問題なんですよね。よーく見比べてみてください。あの A と C は別々の地図だということをまずあのここで知っていただきたいということなんです。 A から B が C が生まれたんじゃないんですよね。もう一度比べてみます。A と B と C ですよね。A、B、C。Just compare them with each other.And here.、Uh, カラーリングとかあの色が塗ったのは違いま、ね、まあここではあのどこがどう違うかというよりもこれ、これら3枚が違った地図であるということを皆さんまずあの知ってください。そして、まあ、ここから今日の物語はスタートするわけですね。 でその都度ですね、まあ、今日はあのビデオ早く流しますので、ビデオあ、動画を止めて検証してくださいね。で、ここにあのサインというかあの説明がある,あるんですけども、この,せあの説明まで全く同じなんです。この精査は、この続くビデオの中でいたしますけども、行間時数、それから字の乱れ、それからもちろん字の大きさはもちろん形は同じですけども、全く同じだということなんですね。左側にあるあの文字も、えー、全く同じです。ただ、あの、 それから汚れも同じだということなんですね。どうしてこんなことまでする必要があるんでしょうか。いわゆる地図が、ね、折れ曲がって汚れた雰囲気まで同じなんですね。ここにね、シミが3つあるんですよ。拡大したのが左の図ですけども、このシミ3枚比べてみてください。同じなんですね。どうしてこんなシミまで同じにする必要があったんでしょうか。同じ位置、同じ形であります。にあります。いわゆるこれらの3枚は、まあ、結論から言いますと、写真技術によって作られたということなんですね。これが A。 B, C. ここの,あの紙にね、あのインなんて言うかな、水がこぼれたのうシミがありますね。それまで同じだということなんです。なあち、このシミも人工的に作られたということなんで、書かれたということなんですよね。いわゆるあたかもインクがこぼれたかのように見せかけるために、いわゆるインチキですよね。ここはあの地図がかすれてますね。かすれてる。このかすれも同じところに同じようにあるんです。おかしいでしょ同じ地図なんで。書き写したんならこんなかすれができる,できるはずがないんですから。 同じ,ところの同じように、こういうふうに調べていきますと、あちこちにいっぱいこういう箇所が残っているということです。これらはほんの一例に過ぎません。あるいは数例に過ぎません。なぜこんなことができた、なったかといいますと、これらは写真技術によって、そしてそれをですね、まあ、プリントアウトしたか、書き写したか、それはわかりませんけども、まああの、もしお疑いならばというか、私をね、疑っている人は多いと思いますから、じっくりとご自身で判断してください。 えー、他の地図もあるんですよ、これはあのおそらくフィレンツェの近くの、言いますかダヴィンチの行動半径を考えますと、フィレンツェの近くの景色の様子ですけど、みんな現在の Google Earth におけるあ実際の写真です、川の位置、もまあ、これはのどの川ってことはちょっと特定できませんでした、それからこうしたその山の位置ですね。 山から川があの蛇行しの方で蛇行して流れてますね。こうしたあの蛇行して流れてるっていうようなことはですね、空からこのフェレンツェのあの見たことしかわからないわけですね。そしてこうしてまあなってますか立体的なまあ絵も描かれてる黒い。 これがあのダヴィンチの絵なんですよね。でこの絵を、ね、実際の絵と比べてみます。右が Google e a でやや斜めから見た写真ですけども、これが地図ですね。左の方がダヴィンチの絵体です。これ、色を落としてみますとね、あの全く,全く同じようどうしてこんなふうに見えるということをです、ね、ダヴィンチがしていたかということなんです。それはダヴィンチ自身が空を飛んでいたか、あるいは空から撮った写真を見ていたかのどちらかなんですね。私は後者だと思います。 さらなる事実を皆さんに今日はお見せしますけども、えー、これはイモラの,現あの実際の,あの現在の地図で地図というか空撮写真ですね宇宙から見た写真ですでこれを色を落としてみ見まして私なりに、えー、ダヴィンチ風に地図を作ってみましたこれは実際のイモラの街の様子ですそしてこれらを,これらをです、ね、まず A と比べてみます ダヴィジの描いた作ったと言われている A です。全く同じなんですよ。寸分たがわず同じなんですよ。今度は B と比べています。これもまた寸分たがわずな同じなんですよ。これについてですね、外国の方ですけども、高い塔に登って作ったか描いたからこう同じになったんだって言いますけど、塔から見たって地図なんか書けるわけがないでしょう。 東京タワーから見て、東京の塔の地図を作るれて不可能ですよ。まあ、要するにこういうふうにこう比べてみますと、ここに易が出きてるの分かりますかこの道の上側に。これまで同じなんです。あと細かいところは続くビデオの中で精査いたします。じゃあ、ここにある点々は何かということなんですね。これは車なんです。ということは、この下の道路の上に点々とある、これは馬車と私は考えます。当時、馬車はありました。ですから、この道路の上に点々とあるのは馬車まである。馬車まで書いてある。 それからここに点々とあると、まあ、こ,こ,はここはどんなところか私調べてみましたらここは昔からあるレストランだということが分かりました真ん中の写真がそうですねでこのここにこう広場がありますねどこの広場がちょっと不自然ですねおそらく何らかのでまあ例えば火災だとか何かであの壊れた後だと広場だと思いますそれからここに木が、まあ 木があるのかかりますかこの丸いものが何だか分からなかったんですけどもこの丸いのは木だということが分かりましたですからダヴィンチのあの地図の中には木まで書き込んであるということなんですね。さらに驚くべきここととはこの、まあ、城と言いますか 教会後ろでしょうね、おそらく。ここに上の建物と下の建物、中,中,中のにうな建物がですね、ややこう、あの歪んでますね。ゆ歪んでるというか、平行じゃありませんね。こんな微妙なところまで表現してあるということなんです。この位置から見たあの写真がこれなんですけども、とても空から見て分かるような位置にはないんですよね。どうしてこんなことができたかということを皆さん考えてください。どうしてダビンチはこんなことができたかということなんです。 まあもっとこれからあの今まで調べてきたことをここからみ皆さんにお見せいたしますから皆さんご自身で判断してください。そうすればですね彼がエイリアンすなわちレプタリアンと呼ばれるエイリアンによって助けられていたということはわかります。Thank you very much for watching. Bye. Hello. This is Hiroshi Hayashi, h a m a m a t s Japan. Today's story is about a blunder made by Leonardo da Vinci. In Japanese. ダ・ヴィンチのドジ、大ドジという話です。えー、まあ、ダ・ヴィンチはまあ、とんでもない男でしたね。その証拠を今日もお見せいたします。ダ・ヴィンチはイモラの地図を少なくとも2枚以上残しています。と同時に彼は致命的なドジを犯しました。つまり彼はエイリアンに助けられていました。 その証拠をお見せいたします。これがイモラの地図 A ですね。で、ここに彼の、えー、書き込みがあります。これがイモラの地図 B ですね。ここにも彼の書き込みがあります。これら両者は全く同じです。皆さんが書類にサインをなさるのと同じように同じです。それ以上に同じです。 まあ一応順番番号を振ってこれらを精査していますが一方は解像度が良くありませんこちらは解像度が良いですですから書体までは比較できませんがラインだとか位置は比較できますこうして1と1を順に比較してみてください百聞分は一件にしか全く間隔は同じだということですよね2と2の2行目と2行目を比較しますライン2とライン2を比較します Line 3と Line 3を比較します。今、2 lines、3と3のを比較します。n と4の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 5の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 線の,、ね、あの間隔をよく見てください。7と7の5の7の5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 のの5の5の5のの5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 のとの5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 ま5ののののの 行間って言いますかねあの時間が字と字の間が同じだということに皆さんお気づきください。そして傾きですね、大事なのは。そ、え、れ、ー、から、今度横で比較してみますと、全くそのようになってます。行間が今度は同じなんですよね。ややこの字全体が傾いてますが、あの念のために申し上げますが、引き伸ばし、縦伸ばし、横伸ばしなどのようなずるい手法は使っていません。ただ、拡大、拡張はいたしました。全体のね、あの比較するために。 あの誓って申し上げます全くく行間が同じだだとといいうことにご注意ください皆さんは自分で同じ文章を書いて全く同じようにこのように行間時間を同じに書くことができますかおそらくサインこれ字はみんな同じだと思いますよというのはあの長い字なんかですと比較できますからね特にこの部分端と端行間同じだということはこれでお分かりになりますね今度反対側でやってみます 行間が同じだということにお気づきになりますね。また字の位置も同じです。同じですね。この線路とかちょっと抽象視ですがね。それから上の方と下の方行間が同じですね。で、ここで字がの線がね。これであのます。横の線がスーッと文字でないのがありますが、これもあ合わせてみます。と行間をないです。 今度は左側の方にの,あるそのメモに注意してください。これは全体に左下の方に傾いてますね。そのままここで皆さんに紹介いたします。えー、並べてみますと、まああの、精査するのもバカバカしくなる。途,途中でこういう精査ってのはバカバカしくなりますね。騙されているのをまあて言いますか証明するというわけになりますからね。これを レオナルド・ダ・ヴィンチの大土地と言わずしての皆さんは何と言いますか行間は同じでしょう狭いところは同じように狭い。広いところは広い。3行目と4行目は広いですね。こんなところまで同じです。それで傾きは全く100%同じなんですよ、まあ。測るまでもないですね。みん見て分かりますよね。はい。そして今度はですね、この上、まあこの字も似てるということをちょっとま皆さんにお見せしているわけですけども、これあの全部あの左右反転文字なんですよね。で、ここも字も同じであると。 反転して、まあ、まあ、反転に慣れてるから反転回でも同じだと言えばそれまでのことですけどもね。さあどうなんでしょうか。で、こうしたの傷まで同じなんです。紙についてるね、あのシミだとか傷まで同じ位置に同じようになるということは同じようにインチキのプリントアウトをしたわけですね。プリントアウトというか、いかにも古いように見せかけるためにこのような小細工をしたわけですね。ね、同じように髪のと紙のシワが入るはずがないんですから。 皆さんはこれ上と下は同じ地図だとおっしゃるでしょう。違うということは、のこの続くビデオの中で証明いたしますから、ゆっくりと見てください。そして今度はこの間ですね。そしてあ全く間隔が同じなんです。あのいわゆるその右の方の字と左の方の,あの,この幅ね、空間がありますでしょ。この幅がかんあの同じ大きさだということなんです。そしてあ同じように行間と時間も字,字,字と2字の間ね、同じなんです。 ダ・ヴィンチはですね、ね。明らかにコピー機を使っていました、ね、どんなコピー機かは知りませんけども1500年代16世紀のあのルネサンスの時代にこれを手に入れたわけですですからダ・ヴィンチはですね左右反転文字を平気で書くことができたのですコピー機ですからねこれ簡単にもあれ反転してみたこれが普通に読める文字なんですよね ですから、ダ・ヴィンチはこう書いて、その都度コピー機を使って字を反転させたというわけです。ダ・ヴィンチは、まさにこれが決定的な、と言いますか、致命的な彼がレプタリアンだったという証拠になります。まあ、どれだけ皆さんにこの証拠をお見せししたら納得していただけることなんでしょうか。先は遠いですね。それでは皆さん、Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Tricky Magic by Leonardo da Vinci. You are cheated. This is a story about it, and I'll show you another map、uh, sketched by Leonardo da Vinci in Japanese.、Uh, 今日ある方からですね、あの、Leonardo da Vinci が書いたイモラの町の、uh, 地図が送られてきました。それ、まあその方の説明によると、もっと精細な地図が見つかったと。 であなたが言っていることは、まあ、言ってることはですね、合わないとということなんですね。これは私が使っていた地図なんですよね。あのダヴィンチがまあ、航空写真を使っていたということを証明するために。でその方が送ってくださったこのイモラの街の地図はこの地図なんです。まあ、精査あの解像度がはるかに高いといいますか、精細な地図なんですね。ででままあ、それああの、まあ 調べてみた、見られたみたいですね。そしたら、まあ、私の言ってることがず、まあ、当たらなかったっていうことなんでしょうね、結局はね。で、まあ,あ、の上の方と私の方の A としその方から送ってきたのを B として、こう、比べてみますと、これは残念ながら同じ地図ではありませんね。まあ、こうして比べてみてくださると分かりますように。 あるべきところにあるべきものがない線がないあったりという,ようなことでまず第一にみなあの皆さんに知っておいていただきたいのはこの2つはですね下は確かに解像度がまあ、レゾリューションがですね2倍ほど高いというか分かりませんけどもはるかに精細ですしかし同じ地図ではありませんあの上上の地図はあの 前前後ですか私が精査して、この後にはそのビデオをつなげておきますけども、その地図なんですよね。イモラの町の地図なんです。私が航空写真だと指摘してきた地図なんです。右の方がその方があの指摘してくださいました、高解像度の地図なんですね。でダヴィンチのところを調べますと、あのウィキペディアで調べますと、この地図,地図が出てくるわけです。でそれをクリックしますと、大きなまあ解像度の高い地図が表あの表示されるんですけども、まあ、こうして見ていただくとわかりますように、まあ まあまあ、説明は必要ないですね。で、上の方が、まあ、あの解像度は低いですけども、実はあの精度が高いんです。精度が高いということは、はっきり言えば地図に近いということで、その証拠は最後にお見せいたしますが、こうして比べてみてください。下は明らかに手書きの地図です。あるいは上の地図をですね、トレーシングペーパーのようなものを置いて、もう、本当に、もう、なんて言いますか、丁寧に、丁寧に、もう、なんて言いますかね、 あのどういったらいいのか、もう極めて精緻に書き写した地図なんです、右の方はね。そして左の方はあの航空写真をもとにして作られた、あまあ、それをですねあの、加工して作られた地図だということなんです。ですから、あの左の方には影が映っています。右の方には影がないですね。手書きです。平べったい感じがします。皆さん、お分かりですかそしてこうした部分、右の方は手書きだということは明らかに分かりますね。あの線きとペンで書いた地図だと。 まあこういった部分ですね。あのただ今の,今の,、ね、あのグラフィックソフトなんかですとあの写真でも手書きのように表現できますからね。まあ、エイリアンたちあるいはダヴィンチはですねはるかに今の人間が使っているよりもあ 高度なまあ、でもすか、プリンティング技術を持っていたというふうに思われます。まあ、これ、今何をまあまず第一にしておいていただきたい。して欲しいことはですね。このまあその方には申し訳ないんですけども、あの送っていただいた地図というのはこれは別の地図だということなんです。 そしてまた別の地図であると同時に手書きであると同時にですねそしてあの平べったいところは平べったくて何も書いてありませんねそして上の方はですね一見あの解像度が低いのであのいわゆるそのコントラストあるいはあのガンマを上げたためにですねあの補線が太くなっているような感じですけどもそうではなくてこれは影なんですね あのそれはあの続く雲の中でもう一度説明します。それからあのこの、えー、土手のところを見てください。川の、ね、土手のところを見ていただくと分かりますように、平べったくて何もないし、下には何もないですね。上のっぺらぼうでしょ。上の方はなんとなくこう芝生が生えているというか、草が生えている、もやもやした感じが分かりますね。それから他のところでも調べてみましたけれども、これは卵外といいますか、ですけどもやはり同じものではないと。むしろあ左の地図の方がですねあが航空写真っぽいということですよね。 そして航空写真からプリントアウトしたという感じがするわけです。でこれはもうあの、まあ、明らかに違うということを今もう一度説明しているんですけどもあの、ダ・ヴィンチは右左あの左右逆で反転して字を書いたというふうに言ってますけど、逆なんですね。反転したんじゃなくて、あのー、はい。あのー 字をですね、反転して、なんて言いますか、あのコピーしただけなんですね。それはあのあのコンピューターの世界では簡単にできますでしょう。で、これもう一回あのこれ、ここなんか明らかに違いますね。あの左の方が、あの左上の,あの私が使ってた地図の方がはるかに精細だということなんです。精細ってことはあの、解像度は低いですよ。解像度は低いけども、より精細だということなんです。この土手を見てください、もう一度。あのあの右下の方の ハイレゾルーションの方、高精細の方の地図はノッペラボーで、地図としては精細ですけども、ということは分かりやすく言いますと、ダヴィンチはです、ね、常にこうした地図だとかエデモにしてもそうですけど、2枚ずつ同じようなものを用意するという、一つの思考パターンがあるんですね。ということで、まあ、今日は A と B を比較していただきましたが、実は私が言いたいことはこのことではないんです。 このことではないんですよね。A と B は、まあまあ、明らかに違った地図だということは分かっていただ,きいただけたと思いますけれども、このことではなくて、こうした手法でダヴィンチは私たちをだまし,したということなんですね。その一番分かりやすい例がモナリザの絵なんです。ね、あのダヴィンチはどんな人だったかというのは、このモナリザの絵を見れば分かるわけですね。モナリザの絵、ーラージャコンテはです、ね、2枚あるわけですね。この若い方の女性と。 そして、この女性と、あのー、比べてみて分かりますが、全く同じなんです。全く同じなんですよ。これはプリントアウトして、ただその真、まあ、夏ですか,、あのー、<laughs> あのなんか、なんかの、ね、ソフトを使って若くしたり、あのまあ、年配のか女性にしたりということをやったんでしょうけども、 すんぶちがわず同じなんですからね。こういうことができると。そうすると皆さんはね、こう,するこういうふうに言うんですね。弟子が書いた、弟子が書いたって。あのこれ、弟子が書いたかどうかってことをずっと議論してきたんですけど、最近になって初めてというか、やっと去年ぐらいでしたかね。えー、ダヴィンチの作品だと。まあ、あの画風、それから絵のもの,具のタッチが同じだということですね。弟子が書くと、こんな絵なんですよ。これは当時のダヴィンチの弟子たちが直接に書いたあモンラリザーの絵なんです。 全然似てないでしょっていうことは、模写はね、簡単にできるもんじゃないんですよ。彫刻にしろ、海岸にしろですよあので。簡単にできるもんじゃないんです。さあ、そこで皆さんに今日は最後にですね、私の作品を見せてあげましょう。いいですか私だってダメージなんかに負けてませんよ。これが実際のイモラの街です。よくご覧ください。現在、Google Earth で捉えるとこういうふうに捉えられるわけですね。そして画像処理をいたします。そして、 ね、画像を処理して、道が黒く映っていますから、まあ、まあ、これを明るくしてあの、反転します。そうすると道が、道が白くなりますね。で、これからまたさらに、さらにセピアカラーにして、コントラストを上げて、そして、もう少しコントラストを上げてみますね。そうしますと、こういう地図が浮かび上がってくるんです。この地図をよく見てください、皆さん。あのダヴィンチの書いた地図と変わらないでしょう。比べてみましょうか。 ダヴィンチが、空から見た絵を描いたってテて私は言ってるんですけども、これを比べてみてください。この細かいところを比べてみてください。あと、はもう少しコントラストを上げれば、あのダヴィンチの絵と同じになると、思います。白黒も黒ン反転してね、影のつけ方をよく比べてみてください。これが、その証拠です。Thank you very much for your watching。あ、あ、そうそう、アルバート・アンシュタインはこう言いました。YOU ACHEATED! r <laughs> e Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamase City, Japan. Leonardo da Vinci's Aerial Photograph Its Proof and Evidence. Leonardo da Vinci's Koku Shashin. So shokoto shome to Shomei. Two Kai me. レオナルド・ダビジェの残したこの地図を精査しています。これはイタリアのイモーラの町です。駿府たがわずというかやはり500年以上の年月が経ってますから家の数それから道路のあ雰囲気は多少変わっていますがしかし基本的な構図は全く同じといいますか明らかに航空写真であるということなんですね。ではその証拠をいくつかお見せします。 まず第一にですね、こうして合わせています。まあ、一つはちょうど中央、やや右下にあるのがこれは教会ですね、当時も今もあると思われます。そのままなんですね。で、こう重ねていますと、実によく似て、道の太さ、長さ、傾き、それから道の変化がしてますね、あの太くなったり細くなったり、そういう部分まで同じだということにご注意ください。 でさらに拡大してみますと、ここに教会の屋根が見えますね。この今の矢印の方から見たのがこの教会ですあ。そしてこの屋根を見てください。どうしてダヴィンチは屋根の様子まで描いたのでしょうかおそらく煙突か何かだと思うんですけども、今度はこの角度で見てみますと、こういうふうに見えるんですね。普通は歩いていてて、 地図をいたららこのの屋根の様子はわからないはずです今度はこの角度から見,てま,す見,見ますと向こうの方向手前になってますか、えー、建物がありますね。この建物の屋根まで書いてある。これひょっとしたら中央部は中庭かもしれません。どうして屋根の上から描くことができたのでしょうか どうして屋根の上の様子をダ・ヴィンチは描くことができたのでしょうかそれは空から見たからなんですね。そこでは空から撮った写真だからこそできたんですえ。じゃあここの黒い部分は何かということですよね。当然、歓迎ですよね。 じゃあ、この部分をですね、実際にどういう風になっているか、当時のままだと思いますので見てみましょう。この矢印の角度の方から見てみますと、こういう風に高い塔が見えますね。大きな塔。それから厚い壁が見えます。ちょもう一度こちらから見てみますと、こういう高い、なってますか、塔というかあ、見えますね。これが大きな影を作っていると考えられます。じゃあ、この道の横になぜ影があるかということなんですよね。 あの家は左の方はありませんがね、昔は今はありますけども、それについてはこうした修道場、それに続くまあなってますか、ね、大きな教会が近くなりますが、こうした塀で取り囲まれていたと考えられます。今は家が建ってしまって亡くなってしまっているわけですね。まあ、このようにダヴィンチの絵はですね、調べれば調べるほど航空写真であったということがわかるわけです。なぜダヴィンチはそんなことができたか、当然エイリアンに助けられていたからです。あるいはダヴィンチ自身がエイリアンだった。 可能性が高いもっと言いますとダ・ヴィンチ自身ははっきり言いますレプタリアンでしたこれがダ・ヴィンチの若い時の自画像です Thank you very much for watching and see you again next time Bye どうか次のビデオもご覧ください Hello This is t h i r o s h i Hayashi Hamama City, Japan Today's story is about the trick Made by Leonard Da Vinci A map drawn by 2D photograph technology I like to prove that he used a trick, very serious trick, to cheat humans or us. Today's story is about Leonardo da trick This is a very serious uh, problem. So uh, please watch this video very carefully, and uh, you, you judge. If I, what I say is what say true or not これは私たちのみならず、ダヴィンチにとっても大変、まあなってますか、目をに関わる重大な問題です。ですから皆さん自身で判断してください。これがイモラのイタリアの街です。で、ダヴィンチはこのイモラの街の地図を残しました。この今、黄色いところ、黄色い線がですね、1.41km。もう十分大きな街ですね。 でダメージが残した地図がこの地図なんです先ほどお見せしましたようにまあ重ねてみたところ寸部たがわず同じなんですねがそれだけではありませんこの道路見てください地図は地図でもこの地図はいくつかの特徴がありますすなわち道だけではないんですねこの交差点がややずれている部分それから道の太さまで正確に表現してあります のみならず当時は家は少なかったと思われるんですけども家々まできちんと書かれているということなんですね家までそして今も言いましたように道路の太さがですね極めて正確に太い道は太く細い道は細くというようにですね正確にあー表現してあるということなんです私たちが一般的に使う地図とは違うってことですね違うというかあの、まあ、今はこうした地図がありますけども 例えば道が凸こ,こしている部分、今の部分ですね、こうして広場があるところ、道が細いところが曲がっているところ、微妙なライン、こうしたところまできちんと表現してあるということなんです。そして、その、例えばですね、地図ですから、道が分かればいいというように、道を書くのではだけではなくて、太さまで細い路地は細い路地。そして、 えー、その細い路,路地がですね500年以上もたった今も、まあ、イモラの町では残っているわけですけどもこうしたところこの道がずれているの分かりますか上から来た道がややほんのわずかずれているそれまで表現してあるわけですねそしてこの傾き、角度家の,あの道路の傾いているところそしてこれが完全にクロスしてなくてねややずれてクロスしている部分など、まあ、イ,イモラの町は最後にお見せしますが非常にこうあのごちゃごちゃした町なんですよねあのでこの 分かりますかあのいわゆるいなんて言うかな家中庭まで書き込んであるということですね。分かりやすく言いますと。あのそしてこの、ここの部分を見て,てくださいとか分かりますけども、も道がです、ねまあ、500年経ってますから、かなりまあいろいろとあの家も変わったんでしょうけども、も細い道、この微妙な細い道まで、えー、描き込んであります。 これが大通りでしょうねそしてその間にまああの細い道があるわけですけどもまず皆さんはこの事実をしていただきたいと思うんですよねあの道の太さがきちんとあの表現してあることこのあたりもそうですね細い路地まで囲んであるということですねしかもその角度、えー 太さし、しつこいですけど、太さまで、道路のね、幅まで、あの違いまで表現してあるということですね。今のところも道が一回とちょっとこう折れ曲がってるんですけど、こ,れこのところもそうですねあの。今は道になってますけども、太いところは太くというふうに、その太さもですね、あの正確にあの航空写真のようにあの表現してあるということなんです。この角を見てくださいね、細い道と太い道。そしてここで、 今あの、これや,ややこう斜め下の方に下がっている道の表現、ね。あのってことはこのダ・ヴィンチはこの地図を書くときにで書、ね、く通りそれぞれの通りの角度まで全部きちんと測っ,て測ったということになってしまうんですね。 そしてこの細い道、今のやや曲がった道、まあ二度,度目ですけども、そしてここのところ、太い道がここでぶつかって、上からの細い道がここから、あの入り口が細くて中が太くなってますでしょ今のところね。で、この広場のところを見てくださいね。で、これを広場をここへ持っていきます。そしてこの辺りがどんな様子であるかということは、まあこれは500年前も今もここが広場になっているわけですけども、その広場が実はこういうふうになっているわけですね。 いわゆるその目線の高さではです、ね、こうしたごちゃごちゃした町並みというのは、まあ、当時は家は少なかったにしてもですよ、あのー広、全くの平らな場所をこの測量するという、ま、問題でもないんですよね。まあ、そしてこの道が、あのー、書き込んであるわけですけれども、ここでもまあ細い道がここにこうありますね。そしてその十字路がややずれているところまで表現してある。 でこの、まあ、く繰り返しになりますけども、ただの地図ではなくて、まさに空から見た家まで書き込んであるということなんですよね。そしてその家も、まあ、あの大きく家は変わったんでしょうけどもあの、残念ながらはっきり見えませんがこの、今度横線に切ってましてね、これを逆さまにして、まあ、逆さまにすることによって称号が楽になりますから、こうして合わせてま,してますとですね、ぴったり重なるんです。ということは、 極めて正確に、まあ普通では考えられないほど、それこそもう道路一本一本全部精査して何メートル何センチまで測って3日、まあ無理にしてもね、測ってこうして合わせて作ったってこと、地図を作ったってことです。上がダヴンチの地図です。別のところでも同じようにあの同じ箇所を切り出して下を逆さまにします。こうすることによって、アップサイドダウンにすることによってですねあの、幅の間隔、プロポーションをね、正確にすることができますから。 そしてこの道を合わせてみますと、これは上下がね、ゃややずれてますからあの、この矢印のところで見てください。このようにぴったり重なるんですね。ということはあの、この地図を作るにあたって、ただ測量しただけではなくて、角から角まで何メートル、何,何十センチ、何十何センチっていうところまできちんと測量してやったということしか考えられません、ね。もし人間が書いたとしたらですよ。 こうしてこのなんて言いますか道ができていくわけですけどもこの広場もそうですねこれはまあ先ほどもお見せしました。で今度はですねじゃあプロポーションはどうかとでこの距離が1 0 5 8 9ルなんですね。 で地図の上で測りますと82、82mm、8cm2mm 82なんです。あの小さく、小さいですから当然エラー出ますよね。で、ここが 524.2m なんですね。この黄色い線が。ちょうどあの角から角、測りやすいところを選びました。そして測りまして、同じように色,あの色のメジャーで、あのー、測っていきます。そして、えー、測りましたですね。 そうすると、その距離をですね、あの紙,紙の測った8 2ミリで割ると12.91、12.63という数字が出てくるんです。で、これじゃ足りませんので、さらに2箇所念のために測ってみました。で、ここが4 7 4ルで3 8ミリですね。あの、プリントアウトした地図の上では。で割りますと12.47。わかりますかこの正確さ。 今度は7 8 0 5ルですけども、それはあの紙の地図の上で測ると6 0 5ミリメートル割ると12.90ということになるわけですね。まさに正確12ですね。いわゆるこのエラーの,あの誤差を、紙で測ったセンチはどうしてもあのあのエラーが出ますかね。これはまさに写真だということですね。これが私の結論です。これは手で書いたものではありません。で、あのイモーラの街を。 まあ見ていただきますが、このこ,こはあのダヴィンチの時代からあったところですね。こうしたもの、これもダヴィンチの時代からあったものですね。イモラのストリートビューです。あと、まあ、あの道路のことは、ね、500年前のことですから分かりませんが現在要は、現在はこういう感じですね。こういう中で先ほど申し上げましたように地図を作るということはあ、あのような地図を作ることははっきり言います。不可能です。 空から写真を撮ってそれをそのプリントアウトしてそれを元に地図を手で描き写すことであれば可能ですけどもね人間が測量して作るのは不可能です可能だというなら可能なるなる方法を見せ,見せていただきたいと思うさらにダヴィンチは手のコントは、まあ、はっきり言えばインチキをしてますねこの放射線を見てくださいいっぱい線描き込んでありますでしょこの線は全く無意味なんです あたかもこの測量して書いたということを見せかけるために全部でですね3 2等分してそしてその,あの測量したように見せかけてるわけですねこんな線を引いたところで町のそれあの何て言いますか地図が書けるわけがないんですということであの三,三角測,あの測,測量でね三角形を合わせていろんなあのあのまあそ,それはあの あの現在の方法で使えばできますけどもしかしそう,いう,そうでないけ地上にね歩きながらこの地図を描くことはこんなあの不可能ですしこの線は全く無意味だということですこれがダヴィンチのトリックですダヴィンチは明らかにエイリアンに助けられていました Thank you very much for watching and see you next time. Bye!